オブラートとは、本来は丸い小型のウェハースに似た性餅のこと。ただし、日本では、一般的にデンプンから作られる水に溶けやすい、可色フィルムのことを指す。軟質オブラートは日本で、明治期に独自に発明されたもので英語では、イータブルペーパーという。オブラートは本来は、キリスト教のミサで使用される、丸くて軽い小型のウェハースに似たせんべいのことで、 薬の服用にも使用されていた。皇室オブラートはかなり古くから存在したが、使われるようになった。正確な年代は不明である。水に浸して柔らかくして用いるもので、煎餅オブラートとも言う。協力持ち。周囲はオブラートで包まれている。皇室オブラートは日本にも明治期に伝わったが、輸入品であり高価であった。1902年。 現在の三重県玉城町に在住していた医師小林正太郎が柔らかいオブラートを製品化した。1910年の日英博覧会で金牌を受賞。初期の柔軟オブラートは柔軟剤を添加していたが、その後の1922年には乾燥機を用いた生成法が編み出され、柔軟剤が不要となり大量生産が可能になった。オブラートは薬用よりも 歌詞放送に多く使われるようになったが、放送技術の進歩により、歌詞放送のオブラートは減ってきている。また、内服薬でも製薬技術の進歩により、下流剤やカプセル製剤が普及しシート状のオブラートの使用は少なくなっている。日本では1950年頃には100箇所以上あった。工場は2000年代になり5箇所にまで減少した。 オブラートはデンプンを固化させたものを急速乾燥して生成される。原料には、ジャガイモデンプンなどを用いる。水分を10%から15%程度まで急速に乾燥させることで、デンプンが老化せず、固化状態が保たれる。菓子用のオブラートの厚さは40マイクロメートル、薬用のオブラートの厚さは20マイクロメートルである。なお、 ゼリー菓子の固着防止や砂糖を使いたくない菓子の、虜として、粉末オブラートが使われている。内服用のオブラート苦味のある薬や散剤など、そのままでは飲みづらい薬を内服する際に用いる。オブラートを広げて薬を包み込んだ後、端に少量の水をつけて口を閉じると中身がこぼれにくい。高校内に貼り付きやすいため、コップ一杯程度の水、または、 ぬるま湯で服用する。一部の薬はオブラートに包んで飲むと効果が弱まるので注意が必要である。円形、三角形、袋状など様々な形状のものが市販されている。いちご味その他のフレーバー付き製品もあり、2007年現在ではゼリー状やペースト状の薬用オブラートも開発されている。食材としてのオブラート2013年から2016年度版。 2017年から2020年度版ミシュランガイドで3つ星を獲得し、2017年エリートトラベラー氏の世界のトップ100レストランで世界1位に輝いたスペインのレストランアスルメンディのオーナーシェフエネコアチャアスルメンディがオブラートを使用した料理を提供している。ありがとうございます。